メトロポリタン鉄道 A 型および B 型蒸気機関車はベイやピーコックが製造しメトロポリタン鉄道にて1864年から運用された軸配置4から4から 0T の複水式蒸気機関車である A 型は合計で40機そして1885年には紹介量型の B 型が26機製造された地下鉄で使用するため 機関車は蒸気を複水し、また燃焼時の黒煙を減らすためにコークス、または煙の出ない石炭を使用した。20世紀初めの路線の電化後は引退し、1907年に40機が売却された。1936年には残り1機になり、それが現在ロンドン交通博物館で保存されている。1863年もメトロポリタン鉄道の開業時、 グレートウェスタン鉄道がメトロポリタン型蒸気機関車を使って運行した。しかし、1863年8月に GWR は運行から撤退し、メトロポリタン鉄道はパディントン駅からファリンドン駅まで地下路線の運行のために複水式蒸気機関車を必要とし、GWR の蒸気機関車を買い上げた。テンダーは、 マンチェスターのベイヤー・ピーコックで標準とされているもので2600ポンドで機関車18機分がそれぞれ6ヶ月以内に用意された。機関車のデザインはメトロポリタン鉄道のエンジニア、ジョン・ファウラーに頻繁に帰属したが、しかしデザインはベイヤー・ピーコックの機関車の開発が作っていたスペインのトゥーデランド、ビルバオレールウェイが持っていて、ファウラーは道輪の直径。 軸重と鋭いカーブを案内する機能を指定するのみであった。1864年に引き渡された4から4から0タンク機関車は16インチ20インチのシリンダーを備え、直径5フィート0.5インチの動輪と整備重量は42トン、3区オートだった。ボイラー圧力は120プシーで、仙台車はビッセル台車40立方フィートの石炭庫を備えていた。 これは地下の鉄道で使用されることを目的とし、機関車は運転室に屋根を持たず、単純な見栄え目的のプレートを持つのみであった。地下での発煙を抑えるために、最初はコークスを燃やし、1869年からはウェールズ産無煙炭に切り替えた。最初の18機の機関車には固有名を持ち、オーバーホールの際はネームプレートが取り外された。 これらの機関車は1866年から1868年にかけてそれぞれ5機ずつ1869年には6機が増備されたこれらの機関車を補給するテンダーは67立方フィート1868年にボイラー圧力は130プシーに強化された1879年からはさらに機関車を必要としこれらは アダムズ・ボギスにより、デザインが変更され、軸距が8フィート1インチとなり、以前の機関車の8フィート10インチより短くなった。これらの後期の全24機の機関車は1879年と1885年に引き渡された。機関車は引き渡されると順番に番号が付けられ、1925年に1870年より前に製造された機関車には、 A 型、それ以降の機関車には B 型の格付けが行われた。1868年に5機のバーネット0から6から0タンク機関車がストリートジョンズウッドレールウェイ向けに配備されたとき、その機関車には34から38の番号が与えられ、A 型は1から33号機と39から44号機から構成された。 後に0から6から0タンク機関車が売却された後、B 型が先の番号に当てがわれ、B 型は34から38と50から66号機となった。1880年から1885年の間、17機の機関車はエッジウェアロードでボイラー交換され、1886年から後はニース電車庫で行われた。 ニース電でのボイラー圧力は150プシーに加圧され、1894年から、あとは動輪直径が5フィート10インチに、シリンダーは17.5インチに増強された。1895年の後には運転室が設置されたが、乗務員からはトンネル内での作業があまりにも厚すぎると不評になった。1873年と1884年に、 連結棒の破損事故があり、1885年に断面積が増大された。1893年に原型のアラン式弁装置をギブソン,アンドリリー式弁装置に交換することで問題は最終的に解決され、1896年にはすべての機関車に取り付けられた。1898年、62号機が実験的に油を燃やしたが、 地下での使用に適した質のオイルはあまりにも高価だった。1921年にはさらなる油の燃焼実験が行われた。A 型、B 型はメトロポリタン鉄道の路線全体を通して活躍した。1884年には第20号までの機関車のほとんどはニースデンの車庫にいて、27号機から33号機は東ロンドン鉄道で使われ、 その他の21号機から55号機はエッジウェアロードで、51号機から66号機はハマースミスで、ハマースミスシティ線に使用された。1905年から6年にかけて、ロンドン市内線が電化された後は、多くの機関車が余剰となった。1907年に40機が売却あるいは解体され、1号機は1897年初期に、 ベーカーストリートでの事故に巻き込まれた。1914年に多数の機関車がスクラップのためにアール・フレイザーサンズ送りになり、13機の機関車が EN ・ブリル・トランウェイでの分岐線や部門の仕事と作業の列車用に保有され続けた。他の機関車の買収、1935年のブリル・トランウェイの廃線、ロンドンノースイースタン鉄道での貨物輸送への 転用を経て、1936年にはこれらの機関車は残り1機を除いてすべて売却、または廃棄された。A 型23号機は現在ロンドン交通博物館で保存されている。22号機は1925年に EN ディストリクトレールへ売却され、1931年に解体された。売却されたいくつかの機関車は、 多少長く生存した。7号機は EN ・マージー・レールウェイに売却され1939年に引退し、44号機はダラムのペローメインコリリーで1948年まで生存した。オリジナルの機関車には黒と黄色に明るいオリーブグリーンの線を引いていた。煙突は銅が被せられ、前面に真鍮フィギュアのナンバーが付けられていた。 ドームもまた磨かれた真鍮である。1885年にはミドッカードとして知られる暗い赤に塗り替えられ、ドームは塗装された。ミドッカードは標準色のままにあり、1933年にロンドントランスポートに採用された。ありがとうございます。